現実、とは、等価な人間たち、その集合として成り立つ世界である、という把握。その時、今で言う、王の権威、であっても、それは、一人の意見、として一票でしか、ない。その時、自身に必要な能力として何を求めた？だろうか。天は二物を与えず。現在の自身の状況であっても自分はまだ結構満足を感じたりはしてる現実。もちろん、そんな状況では、完璧、とは言えないわけで、その辺を探す苦悩は重く続く。ゲームが作りたくて売れたくて会社が環境が家族が、などなど。理解としては、単身赴任ですでに20年くらい。そんなニュアンスではあり、ふるさとでは風の頼りでその辺、うまくいっている、らしい、求めたことは具現化、しているのだ、的な、感覚、はある。向こうは問題ない？問題なのはこっちだ。当然こっちの方が、多数。Thank you.